じゃあ目指しましょう。そう、取り損ねた。そう、頑張りますか。なんとか一匹。多分これリザルフォスかなんかの巣だと思うんですよね。通れるかな。あ、やっぱり。どっかに角落としちゃった。よいしょ。これ取って何かがいる。マジかよ。今こんな全力で走ってんのに当ててくる。あぶねえ。あ、誰かいるわ。おお、お主。ここである。おお、お初にお目にかかる。私はゾーラ族のタッカと申す者。タツカか、タッカか。お主、ハイリア人ではないか。ハイリア人だろう。いや、間違いなくハイリア人である。実は今ゾーラ族の王子シド様が訳あってハイラル人を探しておられる。今は何も聞かず、シド王子のおわすダルブル橋に会いに行ってもらえるだろうか。無理にとは言わん。いや、無理にでも行ってほしいな。決めた。無理にでも行ってくれ。何を無茶な。シド王子のおられるダルブル橋は向こう。ここから東のゾーラ川の上流、あの塔の近くである。ハイリア人、頼んだぞ。いや、ちょっと待って、今それどころじゃ。そしてこの辺でも祠を感知している。こっち側か。おっと、緑のリザルフォス。なかなかいい勝負だった。おや、あれでけえのがいんな。これ欲しい、これ。これだるいな、どうしよう。違うな、間違えた。
爆弾で先手必勝かと思ったら全然そんなわけでもなかった。あぶね、あいつ。こうですね。溺れてやがる。こうですね。あれ取りに行くのめんどくさいな。よいしょ。電気の矢ありがたい。これが陶芸木工、陶芸木工、炎の矢ありがたい。くそ、こっち。なんか いるな。えらいとこいるな。よいしょ。いや、ラネールの塔、こっから登れるかな。誰かいる？おお、誰かいる。よいしょ、ここのマップが解放されました。たったかい。わお、びっくりした。おほん失礼。小生はゾーラ族のノールというものだ。貴殿は旅の方とお見受けしたが、なぜこんなところに。あなたこそ。ほっ、鋭い、鋭すぎる質問でございますな。実は小生、里の指導王子と一緒にとある事情でハイリア人を探しておったのですが、うっかり昼寝をしてしまい、すごい音と振動で起こされたと思ったらこんなところに。下に降りたいのだが、高すぎてどうしたものか思案していた次第。なんとかこの下の橋におられる指導王子に気づいてもらいたいのだが。というか貴殿、ハイリア人では。なんと、これは幸い。あそこにあるわ、ほら。王子、見つけました。ハイリア人がここにおります。やはり指導時は小生のことに気づいておられないよす。ダメだな。こうなったら思い切って下の川に飛び込んでみるべきか。そうすれば指導時のもとに行ける。いや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 、この高さ、指導王子のおそばに行く前に天国に行ってしまうわ。なんで急に関西弁なの。ハイリア人を、すまない。小生、指導王子のもとにたどり着くのに時間がかかりそうでな。小生のことは放っておいて先に行ってくれ。こっから突き落としてやろうか。じゃあ小生もあそこの扉に行きましょうかね。他に何も見当たらなさそう。いや、絶対こんなとこでパラセールしたら怖い。うわ、ヒュンってなるわ、ヒュンって。おお、
大ですか？おお、ありがたい。お前ハイリア人だな。そうですよ。よしよし、ついてるついてる。ああ、いきなりごめん。私ゾーラ族のトールフォー、トールフォー、ずっとお前のようなハイリア人を探してた。実は私たちのゾーラの里がおかしなことになっててね。だから私たち指導寺と一緒に強そうなハイリア人を探してたんだ。その王子ならダルブル橋にいる。あ、なんか見える赤いやつね。あたしらを助けると思って一度指導寺の話を聞いてくれないか。トルフォー、ちょっとトルフィーかと思った。トルフォー、でもこっちやらして。先でもトルフォーなかなかいいよ。この祠の前に張ってるってことは確実にリンク通るからね。ここは力の試練だわ。あ、でも弱いやつだな。さあ来い。剣とシールド。おお、このそのタイプね。あ、なかなか難しい。こうですか？あ、ガーディアンシールド、ガーディアンナイフが、くそ、はい、いただきます。この盾多分いい盾。じゃあこれ捨てて、これ装備して、これいただきましょう。武器も戻しといて、またいい弓だったわ。じゃあこれ装備して、これ捨てて、よし、じゃあ指導寺に会いに行きましょう。指導寺、そこの者、これ喋ってくれるのかな。そこの君、ここ、ここだ。そう、そんな背低い？君だ。君はハイリア人だろ。こっちに来て話を聞いてくれないか。いや。おお、やっぱりハイリア人なんだな。キャラ引き継ごうか。おっと失礼。俺はシド、ゾーラ族のプリンスだ。はは。君の名は？あ、それ違う作品です。名を聞かせてくれ。リンク？リンクか。いい名だぞ。言いづらいぞ。いい名だぞ。すげえ言いづらいぞ、それ。どこかで聞いたことがある気もするが。とにかく良い名だぞ。実は少し前からずっと君を見ていたのだ。その身のこなし、
全身から漂うただものではないオーラ。リンク、君はハイリアの強い戦士なんだろ。そうそう、そうですよ。おお、やはりな。これでも俺はゾーラ族の王子、人を見る目には自信があるんだぞ。あるのだぞ。か、いいぞ、最高だぞ。俺はずっと探していたのだ、リンクのような強きオーラを放つ男を。今ゾーラの里は水の神獣バルッタによる大雨で存続の危機に見舞われている。助けてくれ、君の力が必要なんだ。どうかゾーラの里まで来てくれないか。わかったわかった、そのテンションを下げてくれれば行きます。おお、本当か、ありがとうリンク。君はやはり俺の思った通りの男だぞ。これでゾーラの里は救われた。早速里に向かってくれ。大雨が降っているせいで崖は濡れて登れないが、ここをまっすぐ道に沿って進めば里に着くぞ。川を遡ることができないハイリア人の君には里までは厳しい道のりになるだろう。この先にいる電気を使う魔物にも苦戦するかもしれないが、頑張ってくれ。いや、そのテンションうざいな。ああそうだ、渡すものがあるんだったぞ。これは俺からのささやかな応援の気持ちだ。なるほどね、電気への抵抗力を上げる薬だぞ。ハイリア人用の薬だからか俺たちには効き目が薄かったが、君には効果があると思うぞ。俺は君の行く先に異変がないか先に行って確認する。では頼んだぞ。いちいち飛び込み方までうざいな。だぞだぞ、言いにくいやつだったわ。危ねえ危ねえ危ねえ。こうですか。あれ取るのちょっと厳しいな。もう一回ぐらいか。めっちゃ膨らんでるじゃんあいつ。王子、こいつ異変、こいつ異変だから早く潰して。あの王子異変を探るとか言いながら、異変しかないんだけど。売れよ。なんかいろいろ光ってるな。旅人の弓ってどうだったか、確かそこそこ良かったような気もせんでもない。あ、全然良くなかった。あぶね。あー、うわ、くんのね、やるじゃん。武器武器。あ、こいつ両手剣だわ。こいつ優先的に使っていこう。ここ渡ります。ちょっと待って、あいつのエイムが良すぎるんだよないつも。お、今のでダメだった。いった。ちょっと待ってくださる。待ってくださる。うそ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 。あ、待って、ちょっと、ちょっと本気でやばくて困るんですけど。
はい、これで1匹。くそ、あいつのエイムどうにかならんか。そんないい感じ。おっ、爆風で魚も取れましたね。あ、またおる。くそ、今度こっちかな。剣鯉、なんか泳いでるだけで魚がたくさん手に入る。届け。よし、おーい、リンク。川の中からですまない。強引に誘ったので君が本当に来てくれるのか心配だったんだが、順調のようで安心したぞ。最近の異変以来ここにも魔物が増えている。注意して進んでくれよ。ゾーラ族のみんなが君を待ってるぞ。どっかのヒーローが言いそうなセリフだな。なんかすごい光ってる。おい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 、ちょいちょいちょい、石に反射してるだけか。よいしょよいしょ。ホームなんですね。カエル待って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょちょちょ、どこまで行くのよ。この木の矢はありがたい。ん？何これ？闘竜。これこっちですかね？ちょっと完全に。あ、でも宝箱があるな。じゃあちょっと無理してでも取りましょう。ファイヤー、よし、あ、ちゃんと風が流れとる。開け方よ。あ、マジか。あ、あいつも笛持ってるな。えい、くそ、この辺り。イエーイ。ちょっと敵が、お、お前そうあかんやろ、そうあかんやろ、そうあかんやろ。ちょ待て、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 バカ野郎。あ、
そバカ野郎。普通に危なすぎるわ。あいつ、あぶね、ちょ待って待って、今回復したとこなんですけど、くそやってくれる、危なあいつ、バカ野郎バカ野郎、おリザルボー、リザルボーがちょっと強い、飛んでくるわ。ちょっとお待ちよ。ここにもリザルボーがもう一本。くそあいつら。もう一発か。お、当たらず。よしよし、木の枝いた、何これな、木の枝、あれこの辺で倒さなかったっけ、あまだおるわ、あれあこっちにもおるわ、あれどこで倒したんだ、ここに落ちてるわ、よいしょ回収、次はここからね、ほいほい、こっからでわかんのね、なかなか、こう、もうちょい、こう、いやもうめんどくせ、このまま行こう、いい、リザルボ大丈夫、兵士の弓は大丈夫かな、14以上だもんね、みんなね、結局
変える。おい、こっちだこっち。どっかな。遠くからですまない。里までまだ遠いが、とてもいいペースだぞ。川の中から応援しているから頑張ってくれ。君ならきっとたどり着けるぞ。